キリト君、探してたんだよ。うん、今大丈夫かな。ソードスキルのことだったら、キリ…そんなことないよ。ここじゃキリト君…わかった。じゃああそこの小さい、はあ、せや！うん、一通り使ってみるね。ところかな。うん。この辺りの敵はレベルが低いもん。そんな風に言われると照れちゃうよ。ありがとう。練習してある程度思い通りに動けるようにはなったんだけどね、まだ体の動きがついてこない時があって、自分の体じゃないみたいな違和感っていうのかな。そういうところは剣道と同じかな。確かに効率とか重要だよね。それも考えてみたんだけど、片手剣スキルって剣道の型から外れたスキルが多い。だから剣道の方に悪影響が出そうなスキルはなるべく選ばないようにしてるんだ。ごめんねお兄ちゃん、せっかく私のためにいろいろ考えてくれたのに。なんでそんなこと言う。私は自分の意志でここに来たんだよ。お兄ちゃんに会いたくて会いたくて、どうしても会いたいから来たの。そんな風に謝られたら、来なければよかったのにって言われてるみたいじゃない。お兄ちゃんを心配しちゃいけなかった。私の大事なお兄ちゃんに会いに来ちゃダメだった。お母さんにも友達にも、すごく心配かけてると思う。そこは本気で反省してるけど。それでも、お兄ちゃんには謝らないでほしい。私は、ここでお兄ちゃんに会えて、本当に嬉しいんだから。お兄ちゃん、早く。一緒に帰ってくれるんだよね。みんなで現実へ戻れるんだよね。ありがとうお兄ちゃん。私信じてるよ、必ず SAO をクリアしてくれるって。
私との約束を守ってくる。お兄ちゃんの手、あったかいな。感じている体温や感触は作り物でも、この気持ちは本物なんだよね。何？途中でやめないでよ。気になるでしょ？ちゃんと言って。何が？なんでそういうこと言うの？お兄ちゃんのエッチ！お兄ちゃん。そうだね。小さい頃はよくこうやって手をつないで帰ってたよ。誰も見てないんだからいいじゃない。久しぶりだしね。ありがとうお兄ちゃん。あれ？やっぱりってことは、私のいたずら、バレ、もう少しだったんだけどね。でも、あと一歩だったってことは、キリト、すごく成長したんだと思うよ。実はこの近くに、とっても美味しい串焼き屋さんがあってね。ダメだった？うん！でしょ？キリトに気に入ってもらえて嬉しいな。今度はアスナたちも一緒にみんなで。エギルのお店のレギュラーメニューになったら嬉しい。アスナに作ってもらえばいい。あ、そっか。今日はありがとね。ううん、お礼をしなくちゃいけないのは私の方だよ。実はね、最初に隠れて移動してる時、キリトがついてきてくれるか不安だったんだ。気づかないんじゃないか。気づいたとしても、そう、それがね、私に楽しい時間を過ごさせてくれた俺。Thank you.
お礼がいらないなら、ご褒美にしよう。隠れてる私を見失わずに、追いかけてこられたご褒美。ほっ。慌てちゃって、次のご褒美はキリトがもう少し追いかけっこが上手になった時だね。何をご褒美にしよっかな。お楽しみに。